はい、今回はバックスピン、背中に回るやつですね。バックスピンに挑戦していきます。で、今回も前回みたいにバックスピンが得意なアルビーボーイを呼んでるんで、楽しみにしててください。ではやっていきたいと思います。ということで、今日はタケちゃんに来てもらってます。みんな知ってるよね。みんな知ってますね。で、とりあえず今回はバックスピンということで、2パターンニューヨークというゲーム2パターンやってくれるってことなんで、ちょっと習いながらどこまで一周でも増やせるかどうかっていう挑戦になります。とりあえずタケちゃん、知らない人のために軽く自己紹介してください。この動画をご覧になっている倉科カナさん、私と結婚すれば名字が本当に百瀬になりますよ。全日本バックスピン協会で広報を担当しますリズムスニーカーズのフェイクティーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、とりあえずまず何から始めますかね。今日はですね、まあコツさえつかめは簡単なんですけど、順番に追ってってやらないととっちらかっちゃうんで。とっちらかっちゃうんで、すいません。まずあの入り入り、ちょっと順不動になっちゃう部分もあるかと思うんですけど、まず入り入り、LA のスタイル、はいはい、からニューヨークのスタイル、はいはい、それからあとはそのバックスピンにおいての体の使い方っていうんですかね、足の振り方、はいはい、それで多分動画を見てる方も一番知りたいと思う軸心の取り方、ぶれない、そうね、とあと絞りですね、いわゆる、締めてくる、うん、あとはバックスピンの形、時間があったら形、はいはい、概ね2種類、はいはい、あと時間があったらバックスピンに必要なギアギアのお話、要はあのジャージーですね、とあとドーピングについてはいはい、まあ、切りないんですよバックスピンちょっとねはい、はい、その辺時間あったらお話しますね。じゃあそれは時間作ってやりましょう、はい、でもはい、じゃあとりあえずその今言ったポイントいくつかあるので、はい、1個ずつお願いしますね、はいはいはい、じゃあまずは LA から、はい、じゃあ LA から、はい、お願いします。後ろ、まあ、足を振っていくっていうですね、はいはいはい、まあ、それで入り、まあ、ニューヨークもそうなんですけど、入りというか体の使い方というか足の振り方、はいはい、足の振り方、うん、まあ、こういう動きですよね。そうっすね、まあ、ウィンドミルとかも、そうそうだ ね、 ね、こう、うん、こういう、おお、振り足、最初の振り足、うん、時計回りに回る人、はい、チェアが右手の人は左足振ります、はい、ね、で振るときにこう上に振るんじゃなくて、こう上に振るんじゃなくて、うん、なるべく地面と平行に回転方向に自分の上半身の方にこう振ってきます。こっちですね、うん、うん、お尻のついた状態からこっちの方、うん、上にならないで、うんうん、こっちの方ですね、こっちの方横の方こう、ここにビルがいっぱいあると思ってこれをなぎ倒すように、あ、地面に入ってる木でもなんでもいいんですけど、うんうん、それをこうなぎ倒していくイメージ、うんうん、地面と最初は平行に、これでもよくある、それで今ので振った時に、はい、そのもう片方の足、はい、今で言ったら右足か、はい、タケちゃんの場合は右足はどうしてるんですか。最初はそんな意識しないです、うんうん、重要なのはやっぱ振り足です。振り足で振ったら、うんうん、こっちがもう
体に近づく限界になったらこっちが、まあ、いわば勝手にこうついてきますんで、ちょっと伸ばしたら、ここでもう足を開き固めれば、いや、でもやっぱ足はでも開いてるんですよね。そうですね、固め、うん、開き固め、うん、足がこうふにゃふにゃだとこっちにこう遠心力っていうか力が乗らないんで、うん、振ったら基本固める。で、業界用語でいわゆる足ピンって言います。私が20年以上前ですね、 ある知り合いを介して、知り合った回転クラブの龍太さん、龍太さん、私始めたての頃土浦まで行って練習してました。龍太さんにこう教えてもらいながら。そうなの。その時に言われたのが足ピン、足ピン、足はピン、足ピンね。で、足ピンでもブレイクダンスの場合はこういう足ピンはダメです。必ずパワームーブもフットワークでもここが90度、うんうん、まあ、いわゆる釜足って呼ばれるやつですね。そうね、うん、これの意識で回してください。おね、足ピンね、足ピンです、うん、足はピン、足はピン、はい、覚えておいてください。 OK です。で、それで、振ったら、うん、もうここで体に近づく限界でこっちも伸ばしてください、うんうん、もう開き固め、はい、そうすれば勝手についてきます、ね、体が、はい、こうやって、すごいね、うん、それだけでそこ、もう軸取れてるんだ。そう、これだけでもう大体こう、うん、待ってっちゃって、うん、こういう練習、それも大事な練習、これ大事、あ、それも一つの、これ、あ、これ練習、これ開き固めて、おこれをこう、はい、あ、いいじゃないですか。お、これ軸取れてんじゃん。いいです。これね、硬くても大丈夫です。あ、本当に、足ピンだって今ここ硬くても、股関節ここ開いてれば、それで固めれば、ウィンドミルとかでも、まあ、比較的大丈夫です。こう鍵足チックでこうやって回る。まあ俺も足も上がっちゃうしな。一番ダメなのはここが閉じちゃうこと。この腿と股関節のこの角度が。ここはあんまり大丈夫です。開き固めれば。このアングルちょっと変だな。はい、ええ、今度は動画を見てる皆さんも知りたいと思う。軸心。軸心。ぶれないで。あ、軸ね。足に結構ぶれちゃうんで、うん、どうやったらぶれないで、うん、しかも勢いつけてぐーって回っていくの。絞るな、はい。絞るとこまで。いわゆる絞りですね。あ、OK です。はい。じゃあそこ。じゃあ同じく LA で。あ、OK です。LA で。やってみましょうかね。はい、軸心。軸心。はい、そうしたら、はいはい、さっきの足振り、これありますね。うんうん。大体、一般的には、こうやって振ってって、固めて、こっちがついてきたら、うん、仰向けの状態になります。うんうん、そうすると、目線で言うと、足がこう V 字になるんですね。うん。一回やってみましょうか。こうやって V の字でも。うん、なるなる、こっちに倒れちゃう、なるで、うん、V の字まで何度か練習してもらって、うん、V の字まで行かない、足開けたままってことですか。足は開くんだけど、うん、真上で V の字には行かない、厳密にはならない、ならない、ならない、うん、ならない。どういうことかっていうと、うん、V の字に行く途中で固定します、うん、振り足を、うん、そうするともう軸心取れます、うんうん、一回やってみましょうか、うん、行かないで固定、どういうことかっていうと、うん、V の字になっちゃうと、真上で V の字になっちゃうと、うん、どうしてもこう進行方向こっちに倒れちゃう、うん、ような力がちょっと働いちゃうんですね、うん、まあ、これは賛否両論というか多分いろいろあると思うんですけど、皆さん、うん、そうじゃなくて振り足をこの目線の真上、うん、ここで止めます。で、目線は足ですね、うん、で、ここでガチッて止めるとここでの軸心が取れます、うん、
中心線を軸心を軸心に左、右足をこうやって持ってくると、うん、軸心を取れるとともにこう絞っていきます。それが絞る絞りです、うん、説明下手。足を開いて上に持って、うんね、この真上の目線に足を持ってきて、うん、もうここで止めます、うん、こっちに振らない、うん、こっちに振っちゃうとあこっちに倒れちゃうんで、はいはい、振ってきてホールドすると、うん、遠心力が全部こっちの足、うん、そうだね、右足に乗ります、うん、でまずやっぱこの感覚をちょっと、うん、あの覚えてほしいっていうか体感してほしいですね、うんうん、ね、うん、あとはこっちをこれ動かさないでこっちを中心にこうやって近づけていくと この辺を中心にぐるぐるって回るんですちょっとゆっくりやってもらっていいですか。ゆっくりやってみましょうか、はい、ゆっくり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 振って真上で止めるで今こっちを持ってくると今言ってる感じだと固めてる時がもう軸取ってる時ってことですよね。そうです。そこだけで回れるんですか。あ、寄せないで。たけちゃんたまにそれで回ってましたよね。あ、そうそうそう、それ、それそれ。これをこう持ってくる。ああ。回ります。右足寄せないで、もうこれで今軸取る。この状態で結構。この状態ですね。これが来た時軸取れた状態がもうできてるってことですよね、実際は。その状態でちょっと回れるようになると一番いいんじゃない。一番理想です。一周ぐらいでいいです、ね。うん。あ、そうですそうですそうです。おお。感覚的にこう持ってきて、まあまあこれ上だな中心だなと思ったら持って半周ぐらい回ったらとりあえずこう持ってきてみます。ああ、そんな感じです。うん、軸取って絞るって感じがこんな感じってことですね、はい、次行きましょう。形形、はい、形行きましょう。形やりましょう、はい、まあ、形いろいろあるんですけど、うん、自分がいつもやってるのは、はいはい、こういう、そうですね、卵型って言われるやつ。ここが空いてて、まあ、こういう卵みたいな、うんうん、でなるべくここさっき言ったように、かま足で90度で、すねは、すねもだいたい直立90度、うん。この形の時に、その足が顔寄りにこう入ってきちゃうパターンが、要はこう、こっちに。ジョイ！え、何？ジョイ！それ、それ。ジョイ！それ。今、いいことをおっしゃいましたよ。ジョイ！あ、もっとあるんですけど、形。おおむね2パターン。やってる B-Boy の方とか上げると、ちょっと動画切りなくなっちゃうんで、うん、そうかね、ちょっと端折っちゃうんですけど。あ、OK、それは端折っていいです。で、タケちゃんのさっきのこう、寄せてる時の形を、ジョイで、よくあの、今言ったように、こう、便利みたいに、うん、こうなっちゃったりとか、うんうん、あとこう、こっちをこう、あ、そう、そうなっちゃう人多いよね。いや、するんですけど、うん、いわゆるこれ専門用語で、うん、潰れっていうんです。ああ、フーボンそうやってやってるから。あ、やってます。うん、フーボン×でやってる。それで結構回ってる。そうですね。まあ、まあ、いわゆるこれ、業界用語で、なんていうの業界なんていうの大式ホールド。うんうん、これはね、あの回れる人は回れるんですけど、うん、あんまおすすめじゃない、あんまりおすすめしないかなって。あ、そうなの、うん、っていうのはやっぱりあの絞りと関係してきて、やっぱりあのさっき言った軸心取ってなるべくこうこっちに全部、うん、遠心力を乗せて、うん、こうこっちに寄せて、遠心力、力をこの自分のこの、なんていうんですか、うん、股の間に入れてるイメージにしてほしいんですよね、こうやって。うん、
まあ、別に組んでってまあいいとはいいんですけど、うん、寄せるだけの、なるべくそう寄せるだけだってぐるぐるって回ったんで、まずこれをね体感してほしいんで、じゃあ罰はできるようになってからの話だね、うん、まあまずは今言ってる寄せるで、今軸心の話があったんですけど、うんうん、背中でどこの軸で回ってるのって話になっちゃうんですよね。そう、それが分かんない、ええ、で、まあ、これは理想なんですけど、うん、あの背骨の上、うん、上、うん、で、昔私が教えてもらった元ロックスタディクルジャパンの知野さん、うん、これバックスピンもう本当にお願いして教えてもらって、うん、でその時に言われたのが、うん、500円ぐらいの点で回るんだって言われたんですよ、うん、よく言いますね。で、500円の点っていうと、うん、まあおそらく背骨の上じゃないかと、うん、T1 から12まであるのかな、うん、骨のあれは、うん、で理想はあれのどうでしょうね、4番から6番あたりそこまで、で自分はその 4、5 番あたりを狙って回る感じなんですよ、うん、でも狙ってるんですよ、うん、あ、そ分かるんだ、ええ、あ意識してるってことですね、意識してる、そういうことですね。残念ながら自分痩せててあ骨の上には乗らないですね、骨の上乗ったらあんなもっとすごいバックスピンになっちゃうんですよ、ああ、うん、バックスピン業界でも本当市販クラスですよね確かに骨の上にちゃんと乗せてる人は、そうそうですね、そう考えると多分ヘッドスピンより行くんじゃないかなっていう、うん、ちなみに知野さんはワンキックで48周っていう記録があるらしいんで、ね、承認はオーピーさんだから多分それ、ね、それ回るには多分やっぱり骨の上乗っかんないとちょっと無理じゃないかなっていう、うん、ずっと自分考えてきたんですけどね、まあ、そこまではまあとりあえずちょっとマニアックになっちゃったね、うん、であとは遠心力が全部まあ時計回りの人は右足に乗れてたんですけど、うん、一応絞るときは全身使う、うん、で首も、うん、手も足も手も首も、実際バックスピン筋肉痛だっつって、ここら辺と、うん、あと意外と首が筋肉痛になるんですよ、グーッて持ってくるんで、手を、はい、足を持ってこう寄せたりするときにするじゃないですか、はい、結構それ人によってなんかこうひ膝裏みたいなとこを抱えてやってる人もいれば、さっきみたいにちょっと足首の方を持ってる人もいれば、はい、なんか そこの感じ、はい、手の使い方もなんとなく知りたい、まあ、僕はヒカルさんみたいなやり方好きですけど、こう持つとかじゃなくて、あれなんかこういいですね、丸める感じです。で我らが大先輩のミラクルズのハルさん、あ、ハルさんもちょっとやってください。あ、そう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 、はい、これやつです。そうそうそう、グッて、そう、それ俺はこの形好きなんですよ、まあ、よく見るのは結構足を持ってこう抱えてる感じ、抱えてる感じの人っていうじゃないですか、なんつうの、もも裏持ってみたいな、ああそう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 、となんかさっきタケちゃん教える時になんとなく足首の方を持ってギュッて寄せてくれてたけど、はい、まあその辺ってあんまり自由でいいですか。そうですね、自由ですね。ただ自分の場合はさっき言ったように左足を中心にして、うん、あとはもう全部遠心力抱えてるんで、うん、それをこう力を逃がさないためにしっかりホールドする意味で打ってます。そういうことね。足振るんですけど、振ると同時にこれついてる手、うん、これも地面押します。あ、押すんだ。そっちに回るからね、回るからね。バックスピンの場合は、うん、手も使います。あ、全身使います。あ、振りで手も使ってんだね。手使います。手使わなかったらだいぶパー押しちゃうんで、あ、押すんだ。こっちの足を振ると同時に手も使います。おお、そういうことなんだね。こうやってこう体をこう持ってくるから、そうそうそう、こうカルタみたいな
おー、あ、いいですね。振ったらガチって、そう、ガチって、そうそうそう、あ、それ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 、あ、それそれ。あとはちょっとね、今日全然お話しできない部分もあって、はい、30分の動画8本ぐらいバックスピンで撮れるんですけど次回機会があったらバックスピンに必要なギア、あ、今日はみんな T シャツ、自分もこれ T シャツで回ったんですけど、うんうん、やっぱり必要なギアがあるんで、 あとはドーピングのお話、バックスピンのドーピングのお話もちょっとあるんで、今日ちょっとね時間がないんで、またちょっと別枠でぜひこれも紹介したいなっていう。そうですね、ちょっと知りたいですね。40代50代は大喜びなネタなんで、うんうん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。